今日は11月の5日土曜日です。昨日から明日まで東京ビッグサイトで楽器フェアがあるんですけども、私行ってきましたのでレポートしてみますね。すっごい晴れました。天気最高でしたね。人で結構ありましたね。お昼の2時ぐらいが一番混んでたと思います。こんな感じ。これはギターのワークショップやってましたね。右手の親指を。照明の展示もありました。なんかラジオやってます。コルグのミニピアノです。これ欲しいな。パーカッションですね。超ミニカホンと思ったらシェーカーでした。ラディックの思想のブースなんですけども、透明なやつが全部思想ブース。すごかったです。これコルグのですね、展示ですね。壮観でした。これアルミモノコックのギターですね。なんかすごい。ライブなんかもちょこちょこブースでやってますね。ボブ・テイラーさんが普通に座ってました。ここからウクレレのコーナーですね。まずは、ウクレレ界のレジェンド、キワヤさんですね。キワヤさんは、ウクレレしか、展示してないんですね。でこれは、思想の展示ですかね。渡辺大地さんが来て、演奏やってらっしゃいました。めちゃめちゃうまい、簡単なワークショップもね、やってましたね。アンプはフィッシュマン使って、ティーズギターさんですね。新しいブランドだそうです。ブリッジが面白いんですよ。なんで弦のサイズを変えたりしてもバッチリ合ったチューニングで演奏ができます。結構軽くできてますね。ありがとうございます。だからサウンドの変化っていうのははっきり言ってないっす。はい、これいいなと思いましたね。コアロハのブースですね。すごい色のがありました。ぬらぬらっとしてますね。ゼマイティス、ゼマイティスのウクレレ、一番右のが12万、真ん中が5万7千円、一番左がマホガニですかね。これが3万4千、定価3万4千なんで結構手軽に買えるのかな。山野楽器さんですね。コアロハの展示されてました。DCT ですね。韓国のメーカーですけども、安価でいいウクレレ出してらっしゃいますよね。ウクレレベースも展示されてました。この辺が可愛いですよね。価格も手頃でした。スワロフスキーだらけのウクレレ、参考出品です。高峰ギターが、ウクレレ出してましたね。ソプラノ24万円、下語、なかなかすごいウクレレですよね。右がコンサートで左がテナー2本、買った上付き、全部アンププリアンプ入ってましたね。
日本娯楽さんはすごく大きなブース出しました。アコースティックギターとウクレレ、まあ、メインはウクレレでしたね、うん、この3つのブランド、あの上胸ですね。コーロ、あとポノも出してましたね。バードギター、バーズギターって言うんですかね、これも結構押してましたね。面白いなと思いました。高橋茂人さんですね、デモ演奏やったりしてました。ギターの株式会社クルーズ、マンゴーですかね、おそらく。2本だけなんかギターの影に隠れるように展示されてましたね。こっちがおそらくマホガニーじゃないかな。これ黒沢楽器さんですね。マーチンとレホが並んでます。これカマカのカタログ置いてありました。カマカも黒沢楽器さんで展示されてますね。黒沢楽器さんの展示は結構お金かかってましたよ。来ましたね、ジェイクさん。本人はいないですけど。クワイアンウクレレって北海道のメーカーさんですね。なんかもともと半導体を作ってた会社がウクレレ始めましたっておっしゃってました。ボディの素材は糸杉だそうですね。詳しくは、ね、ネットで調べてみてください。面白いウクレレ。島村楽器さんはウクレレの展示は個別にはなかったんですけれども、ワークショップでおそらく使ったんだと思います。カーラのウクレレの3本並んでましたね。奥にもう1本あるのかな、4本。変わったギター持ってましたね。このギターが好きでした。7のギターです。四角いギターですよ。僕のシガーボックスウクレレと形が似てるなって。モスコさんはビッグアイランドのウクレレ出してますね。それと、なんだろうかね、アイユーク。でビッグアイランドがですね、ソリッドのウクレレ出してましたね。でこの真ん中に映ってるのがソリッドのウクレレベース。弦がラウンドワウンドの鉄弦ですね。そこそこ値段はね、手頃な感じ。日本ウクレレ協会さんのブースも出てましたね。会員募集してました。こういったあの教会の皆さんでデモ演奏もやってらっしゃいました。クレイジー G ですね。アトリウムの一番大きいところですね、まあ、野外っていうか ブースがあるところの、まあ、真ん中にあるんですけど、そこは 200-300 人ぐらい見れるステージになってて、うん、こんな感じでちょくちょくライブやってましたね。親子で参加できるワークショップってことで、いろんな楽器を自作してみようぜっていうコーナーでしたね。当然ウクレレもあると。スズキってメーカーのウクレレの自作のキットですね。3700円だそうです。こうしてみるとやっぱりウクレレが一番こう制作に時間かかるなって感じですね。ここからが即売ブースですね。いろんなアウトレットのウクレレも並んでました。うん、何人か買ってらっしゃいましたよ。ウクレレかなと思ったらチャランゴでした。他にもいろんなもの売ってましたね。ハーモニカだとかなだとか。ウクレレのケースですね。かわいい。私これ買いました。ウクレレキーリング500円。ということですね、大体4時間ぐらいいたんですけれども、お昼から入って夕方になっちゃいました。
ということでですね、明日ももう一日ありますので、よかったら参加してみてはどうでしょうか。